ロナルド・ハワードは、イギリスの俳優で作家。父は、俳優のレスリー・ハワードである。ロンドンのクロイドン・ロンドン特別クサウス・ノーウーと生まれ、ケンブリッジ大学、ジーザス・カレッジを卒業後、一旦は、新聞記者となるものの、俳優になることを決意する。映画デビューは、父・レスリーが監督、主演した、ピンパーネル・スミスでの早く出演だったが、ハワードの出演シーンは編集で、 カットされてしまった。1940年代初頭に地元ロンドンの劇場、さらに映画でも演技の経験を積み、1947年のホワイル・ザ・サンシャインズで正式に映画デビューをする。ザ・クイーン・オブ・スペースザ・ブローニングバージョンといった作品で様々な役に挑戦し、1950年代に制作された。 リチャード・グリーン主演のテレビドラマザ・アドベンチャーズ・オブ・ロビン・フッドでウィル・スカーレットが登場する回にそのウィル自身を演じた。このウィルな役はその後はポール・エディントンが演じた。1954年に始まったテレビのシャーロック・ホルムズではハワードが主役のシャーロック・ホームズをハワード・マディオン・クロフォードがジョン・エイチ・ワトスを演じた。この番組は DVD 化され、 2006年には、英国の衛星放送チャンネル、ボナンザでも放送された。1950年代から1960年代にかけても、映画の仕事、とりわけ、ザカーズ・オブ・ザ・マミー、エストゥームのような作品への出演を続ける一方で、1960年代の、英米両国の TV に出演し、アフリカ大牧場のヘイズ役をはじめ、他の俳優の憧れとなるような役を演じた。 1970年代半ばには、画廊経営のために、不本意ながら、俳優としての仕事を後回しにした。1980年代には辞典を発表した。この辞典は、自らの俳優としての経歴、そして1943年1月に、ビスケーワン上空で、飛行機が狙撃されて亡くなった父レスリーについて、触れられている。インサーチオブマイファーザー、エイポートレートオブ。 レスリー・ハワード、ISBN0 から312411618ありがとうございます。